おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説なんですけども、11月18日の7時9分になりますね。週足を見ていきましょうか。やっぱりね、毎週月曜日になると週足を見ていくってことになります。今日の週足で見るところはいつもの通りですけども、こちら、こちら、そしてこちらですね。要するにこのずいぶん前に引いた赤い線がありましたよね。ここに触れるたんびに上に向かうんだよというふうなね、ことでした。そしてここが1月3日の、大きなところですよね。で、そうなるとですね、この期間っていうのが、これは偶然ですけど、こことここっていうのが大体同じぐらいに見えます。ただそれだけなんですけどね。で、私が言いたいのは、こういうふうに M の字を書いてるんじゃないかなってことなんですよね。ギザギザしてますよね。それでこの斜めの線に沿って、今度は下降が始まるんじゃないかなっていくことをね、軽くお話したことがあります。さあ、結論付ける前に、デイリーの方を見ていきましょう。デイリーになってますけども、こういうふうな線をね、以前も引いてましたよね。こういうふうになって、セカンダリートレンドがこうあって、で、こういうふうに来てみたいなね、コネ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 してましたけども、全体的にはこういうふうに上に上がっている、要するに転換が始まったんだよってことはね、話したデイリーでございました。ですんで、買い目線ですね。4時間の方はどうでしょうか。4時間の方見てみると、なんともね、ヘッド&ショルダーみたいなのが見えるよって話題を出しましたけども、私はこれヘッド&ショルダーではないのかなと思いますけども、ヘッド&ショルダーかもしれません。どちらにしても私はヘッド&ショルダーを意識せずにやってきた結果、大きくネックラインを割って下がるというよりも、これね、右肩上がりのヘッド&ショルダーに見えますよね。でも私はそれを意識するんではなくて、別の見方をしていって、この下がりに下がったところから買いで取ろうかなと思ってたんでね、買いを進めてたわけです。で、1時間ですね。1時間を見てみますと、直近でね、十数時間はずっと買いだったんで、買いで取れていたんではないかなと思います。その前がずっとね、下げ目線だったんですよね。こういうふうに。だからこれがね、1時間のセカンダリートレンドとも言えなくもないんですけども、ここまでですね、小刻みに上がっていったら、上昇トレンドに入ったと言ってもいいでしょう。109円の方に向かい、110円の方に推移していくというふうな大筋の考え方は、今週も変わらないんですけども、ただですね、月曜日っていうのは、こういうふうに相場の転換が起こりやすいというかね、上と下へ、下へ、上へと変わりやすい時ですから、しっかりと様子を見て、火曜日からのエントリーに備えようと思います。基本的に月曜日はエントリーはいたしません。それでは、以上です。